野党4党としては、えー、来年早々の解散・総選挙は十分あり得るという前提に立って、えー、きちっと準備をしていこうという問題意識をまず共有をいたしました民進党や共産党など野党4党は年明けの解散・総選挙に備えて政策の一点を見出すため実務者による協議を加速することで合意しました さらに小選挙区での候補者の一本化も念頭に選挙についても実務者レベルの調整を進めます共産党はこれまで候補者の一本化のため各党が互いに推薦し合うべきと強く主張してきましたが推薦がなくても支援するなどとして柔軟に対応する姿勢を示しました